渋野日向子がゴルフ界の常識を覆す。結婚後の彼女が目指す新たな挑戦とは？近年、女子ゴルフ界でその存在感を増している渋野日向子。そのスイングの美しさと粘り強いプレーで多くのファンを魅了しています。彼女の輝かしい成績はたくさんの女性たちの支持を得る一方で、男性ファンからは惚れ惚れするという声も聞かれます。しかし、そんな彼女の結婚報道が未だかつてない驚きを与えています。実は先月、渋野日向子選手は大学の同級生であった一般男性とのゴールインを報告しました。この報道は、それまで仕事一筋でゴルフに専念するというスタンスだった彼女のファンも大きな衝撃を受けました。一度結婚したらプロとしての活動に専念できるのか、結婚すると女性アスリート派衰えるのではなど、様々な不安の声が上がりました。しかし、彼女は何も変わってないと言います。私は今後もプロゴルファーです。ただ今後は結婚相手と一緒にチームを組もうと考えています。彼女はいつもの笑顔で語りました。そして早速今後の挑戦に取り組んでいます。彼女たちは日々の練習に取り組む傍ら、新しいビジネスモデルを検討中なんです。チームで挑戦することで結婚後のスポーツ活動も可能になります。私たちが目指すのは、令和の時代にあったスポーツビジネスの新しい形です。彼女たちは家族としてもチームとしてもますます力を合わせ、新しいゴルフアスリートの形を打ち立てようとしています。渋野日向子選手が結婚後もプロの道に進み続けることに対して、多くの女性たちからも、彼女に負けないよう私も頑張りたいという声が上がっています。彼女のチームのお披露目イベントも近々予定されており、多くのファンが期待を寄せています。まさに常識を覆す彼女たちの挑戦を見逃せないでしょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。